が、キララファンあまり夜更かしをすると、ソラ様にも怒られてしまいます。進捗どうですかなんて聞かないでくださいね。レンドエース天野に正直になっちゃおう。天野の魔法スケアの魔法か同人誌一体騒動エトアリア即売会新コーナーですね。29日までかピックアップ紹介はイベントは、なるほどね。そう。1日1回星4以上期間限定。優勝限定か。サッククエストか、スローティーマーズって。だからないんだ。サッククエストある。中野あずさです。はい、というわけでこんにちは、こんばんは。いい感じよ。それでは行ってきます。すみません。ありがとうです。とても助かりました。少し頼み事をしたい。助かりました。すごいです。尊敬です。英才です。憧れます。ポイントが、モグルと困ったもん。野原さんとひなたさんって一井さんの妹。皆様がエトワリアを。細野晴美です。花の髪飾りは地球でいうパスポートみたいな感じ。皆様のやりとりはすごいな。きっと楽しいことが待ってるよ。皆様のことをしっかりインプットして新しいアイデアにつなげな、サッククエストもどんどんありますからね。ひとまずこの大騒動エトアリア同人誌即売会のシナリオクエストです。ユミネ、ステアの魔法のユミネです。 BLリエル好きだ。怖っ。
エトワリア同人誌即売会です。で過去イベントで登場した不審方の仲間にしようと思ってます、ね、この子は絶対二次創作ではそう受けやばいな。心理テストスタート。生の女子高生と絡めて幸せです。同人誌即売会開始祭ということで月属性の敵なので、属性ですね。97結構多くな、ああ、ね、ランプなんかもいますから。妖属性ですか。いいの。奮闘努力。来た来た来た。ランプ。ランプが参加。やりましたその通りです。大胆だな。素敵です。コミケは中止になっちゃいましたね。負けない。まあその分このイベントで楽しんでもらいましょうってことですね。守りもしっかりしなきゃ。そうです。これは守、このゲームは守りが大事ですからね。攻撃は最大の防御。さーっと先に。今は我慢の時だね。
黙ってたら普通なのにって友達によく言われます。はい、というわけで2節、これはバトルがないです。もう、えまあまあまあ、いいえ、要するにいかがでしょう、よろしいかしら。団体とか、な、だって飲み本位がない。昨日ファンタジアの方が。しかし。アルシーブはどうかな。違うよ。いえ、お許しください。いかがでしょう。まあまあまあ。本当にね。まったく。ちょっと聞いて。ちょっと聞いて。
本のポスト。ありがとうございます。また買ってる人ですか。ここまでとしたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒の関連動画、動画プレイリストを表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。